ファンキュルタガタメプレゼンツ、今泉 P の絶つながるラジオ、到着しました。ユーザーさんの自宅でございます。お邪魔します。ユーザー立ってます。すごい、もう改めて紹介すると依頼のミリティアさん、はい、ファンキュルがね本当に嵐みたいになってますね。なってますね。もうそこかしこに大歓迎な感じだね。逆に生活感ないもん。じゃあご依頼がお母さんにファンキルの難しい育成をレクチャーしてくれということで。わかるかな。髪がすごい見えるんで、はい、これを答えていく形になるんですかね。星5に星4入れると限界突破ができ出ない。あーあーママやっちゃったみたいな。シャボーいや星3以上のレアリティが含まれてますっていう警告が出ます。ほとんどにあれは出るから注意ができなくて、星5の時の注意の色を変えるとかしないとな。まあ、お気に入りしましょう。とりあえずお気に入りに入れると統合の素材として出てこないんで、ショックでかいよね。うん、言われるんですか。うん、ああやっちゃったよ。ああそうですか、やっぱりいいみたいな、なくなっちゃったと思ったんだみたいな。やったあとしまったと思って言えない時もある。次は誰が一番最初に始まったんですか。ほぼ同時かな。一緒に何きっかけで。窓マギの。あ、窓マギ好きで、うん、だってものすごい楽しそうにやってるな。毎日もその話題ばっかりなの。車の中でもそうで、ガチャが出たりすると、うん、もう絶対もう出るでいかんとか言ってたら、何がそんなに面白いんだろうと思って。なるほど、その場に入ろうと、うん、なるほど。ここでね、やっぱ星5に星4を入れちゃう問題で家族間の会話がなくなるわけだからね。問題深いしないで、ね、問題深い。闇が深いですね。今のタガタメっていうの、はい、を勧められてるのね今、はい、どんどん行きます。私たちに迫られている。そう、直接どうやったらね、なんかゲームの浮気してる感が。ああ。FGG ファンキルタガタメはないです。ファンキルタガタメはないです。そこはないですよ。どっちもうちのスタジオです。今泉純プロデュース大丈夫ですよ。こういうやっぱね、家族の会話になるとかね、すごい、ね、友達の会話になるっていうのはすごいさ、エンタメ妙に尽きるよね。